のアマチュアども弱気持ち返せよ。こんばんは、神谷幸恵です。金曜夜9時半になりました。神谷幸恵の独立宣言、今夜も静岡県内の音楽家をご紹介していきましょう。さあ今夜はですね、この番組神谷幸恵の独立宣言じゃオーディションボリューム4、前回のオーディションのファイナリスト、その日暮らしをお迎えいたします。その日暮らし、静岡と藤枝と富士に住む4人組男性バンドです。すごい曲を皆さんに聴いてもらいたいって思いましたんですがね、このバンドは CD だったりいわゆるパッケージとして作品を作ってないんですね。でも聴いてもらいたいということで、強行突破、スタジオライブをしていただきたいと思います。スタジオにアンプ持ち込んでいます。ありがとう。では先日行ったインタビューの模様も含めてどうぞ、その日暮らしスペシャル、イエーイ。私は正直インタビュー小伝播にやられた、イエーイ。神谷幸恵のさあということで、今夜のスペシャルゲストはその日暮らしです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。4人お越しくださいました。では担当とお名前お願いします。ギターを担当しています杉山レオナです。ベースの原口正樹です。ボーカルの熊井武です。ドラムの岡崎です。平均年齢どのぐらいなんでしたっけ。多分34、5だと思うんですけど、うん、今住んでるところが富士と清水、静岡、藤枝。さあその日暮らし、この4人となってもうキャリアどのぐらいなんでしょうか。4年半ぐらいですね。さてその日暮らしとして、この番組のザオーディションボリューム4のファイナルステージに出演をしてくれました。本当にその節はありがとうございました。お世話になりました。面倒をかけました。いやー、その時のでは話もいろいろお伺いしたいんですが、ではまずはその時に演奏をしてくれたこの曲お送りしたいと思います。今日はなんとスタジオの生ライブでお送りいたします。では熊井さんから曲紹介お願いします。人生の途中という曲です。聴いてください。黒しか見えなかった愛という言葉の意味履き違い、求めては傷ついて傷つけた遠いいつからあの季節思い出させる春の風、希望を胸に抱いていた青い春、ひた走る人生の途中、トンネルを抜けてみれば土砂降り、雨に打たれ一人きり歩いた現実の
厳しさに立ち止まり、自分の無力さに泣いた夜、あれから僕たちは何を失い何を得た。花咲き散り季節はまた独立宣言はその日暮らし男性4人組バンドをお迎えしています。お送りしたのはスタジオで今生演奏をしてもらいました人生の途中という曲でした。さあこの曲でねザ・オーディションに挑んでもらったわけなんですが、どんな思い出になってますか今オーディションは。特にこれといったものはありませんねはいはい、そう、さようでございますか、うん、そうですね、 K-MIX の本社ですがコンクリ作りでしっかりしているなという印象でしたそこですか。まあ確かにコンクリートの打ちっぱなしの建物なんですが、そうですね、田舎もんですんでちょっとどぎも抜かれましたねありがとうございます。緊張もなしでやって、うん、緊張しかなかったですか。は しようがないですね、はい、もうどこでも一発勝負ですからうちらは。そうなんだ。ただまだ甘いですね自分ちが。はあ、環境のせいにしないと。しませんよなんで今笑っちゃった。すべて一発です、うん、今を瞬間を生きてますね。あ、そうだ、原口さんのベースの原口の詩がとても心に響きましたね。そうなんですよ、いきなり、まあ、私が4人を紹介してどうぞって言って原口さんの詩から始まりました。はい、あの演出はライブでもいつもああいった感じなんですか。いや、スペシャルな時だけですねまあそれもあって人生の途中が流れその日暮らしっていう世界を演出した。そんな洒落たもんじゃないですねちょっと待ってよ、つかめないんだけど。じゃあ何のためにやったのズバリ聞く。ね、感極まっちゃうとこの人やっちゃうんですよそう、そういうことです先生、そういうことでいいんですかね。その通りですね、うん、あのちゃんとあの紙にね歌詞を書いて詞を書いてあって、まあ、それ ちょっと一瞬の噛んだかなって思わないところもなかったにも常に噛んでますあ、それも OK。 そうしないと、うん、そうだね、うん、僕じゃないってことなんですね。そうですね、うん、はい、うちとしてはもう好きに動いてもらって結構ですんでね、そういったスタンスでやってますね。あー、いいですね。なんか自信のある野放し状態って感じのね。そうですね、狂犬ですよ
ちょっと近づきたくないような。いやみんなそう、みんな狂犬だよ。本当にそうだね、うん、一番ね、僕なんかおとなしい方だと思います。まあ、うん、調整役で待ってますんで僕は、その日暮らしが。はい、まあ何度でも言っていただきますが、狂犬にはその音楽の純度聞いてみたいです。ではこの曲の後にまたさらに追求していきます。続いてスタジオライブ、この曲演奏してもらいます。曲紹介お願いします。雨のちです。聞いてください。
その日暮らしという4人組バンド、曲は雨のちお送りしました。今日は全部スタジオライブバージョンです。さあ曲についてお聞きしたいです。4人が本当にもう独特の世界観をもうねすでに確立されたものを私は持っていると思うんですけども、曲を作る上で大事にしたいこと、していることズバリ聞きたいです。曲を作っているのは全て熊井武でボーカルギターので、詞をつけてくれてるのは岡崎豊がドラムやってます。はい、何でしょうね、はい、大切にしてること、うん、僕はねとにかくいい曲をできた時がの感覚ってのはすごくいいんですよ、いいもんなんですよ、うんうん、それは、まあ、作ろうと思ったってなんかいいの作ろうと思ったってできないんですけど、ふとふとした瞬間に、まあ、自分たちが、まあ、他の聴いてる皆さんも気に入ってくれると嬉しいんだけども、まあ、できた時はすごく嬉しいですね。その自分が嬉しいっていうのを大事にしてるのかな。まあね、詰まるところはね、そこだと思うんですけれどもね、まあ、メロディーを熊井さんが書き、そうですね、岡崎さんが詞を書き、まあ、曲作りの曲の、まあそれはあれですね、最初の目ですよね。そこで、その僕が作ったメロディーを岡崎さんが聴いて、うん、の目のくだりはちょっとよくわかんないんですまあでも曲、まあ、この熊井の書いてきた曲っていうのを聞いたときに、なんですかね、絵が浮かんでくるんですよね、はい、情景というか、はい、そういって感じない曲もあるんですけど、そういったものは今はその時じゃないということで詞をつけないんですけども、で絵の浮かんできたものに関してはその最初の印象っていうんですかね、そういったものを大事に詞をつけていくんですが、あんまり詞をつける上ではあんまり濁したくないっていうんですかね、変にこう綺麗事言いたくないというか、大概流れてる曲っていうのを聞くと非常にラブソングなんかが多いと思うんですが、世の中に流れている曲、そうですね、はい、それって嘘だと思うんですよ本当にその時の気分でそんなに歌っちゃっていいのかなっていうふうに思う時もあるんですが、うん、あんまりもっと人間ってもっと勝手だと思いますしね、うん、そのもっとどす黒い部分っていうんですかね、そういったものも隠さずに感じたままを書いていこうというふうに思いますね。はあ、そうですね今のインタビューまさにそうですものね。自分の思うままに飾らず、そうですね、あんまり誰に媚びを売るというのもあんまり売れたくてやってるわけじゃないもんですからね、うん、あんまりその辺気にしないですね、うん、あんまり敵を作っても飛んじゃがないですね、飛んじゃがないね、そうなんですよ。曲に対してまあ、ファンの方とかね、周りの方とか何、笑い出た笑ってた、いたら嬉しいです静かあ、そうか静か聞いてるか静かさ、大事なファンね、そうです、なんか、どうやって感想をもらいますかね。よかったって言うんですけど、うん、ちょっとそんだけですね、そんなもんですね。そのよかったっていうのは、すごい金銭に触れたっていう、よかったなんだろうなだと、嬉しいんですが、うん、私がね、すごくこのその日暮らしの曲を聴いていて思うことは、それこそ同じこと感じました。イントロからして、またカントロもね、ギターのソロとか、笑顔をかぶっていうとまた違うんですけれども、まあ引き込まれる、何かそこに入り込んじゃう自分がいるっていうのがあるんですよ。それはこの感想に対してはどうですか、岡崎さん。そうですね、大丈夫ですか
大丈夫大丈夫私が大丈夫うんうんいやじゃあそれだったら嬉しいですね嬉しい、うん、ああよかったそっかそのためにね今日は来たんですがね、うん、4つの川を越えてね春口さんそうでブスさん4つの川を越え4つの川を越えていや彼はね4つの川を越えて今日は有権に会いに来たとこれだけは言いたいと来たんですよもっとちゃんと言って、うん、4つの川を越えてやってきましたその日暮らしですちょっと今ずれたけどさまあいいやまあいいや消化不良な感じだけどまあいいや4つの川を越えても会いに行きたいその日暮らしでございますライブも開催しています近々ご紹介ください8月の5日の日曜日そう、静岡市の両替町の草原っていう、ライブハウスです、夕方から、そのイベントは始まります僕ら何時に出るか分かんないですけど、まあ、夜ですね、お近くの方、もしこれ聞いて気に入ってくださった方、一人でも、聞いていただければ、とても嬉しいです、よろしくお願いしますではその日暮らしスペシャル最後の曲になりますスタジオで演奏していただくのはこの曲です曲紹介お願いします、これはその日暮らしが僕らが初めて作った曲です、街がまた暮れてゆく聴いてください赤色に街が夕暮れる人々の想いむさかえるうつむいた涙をためる Thank you.
が終わりいつまでも一人の部屋ですすり泣く明るい夜涙も染まる藤枝、富士に住む4人組バンド、その日暮らし。今日は特集でお送りしました。静岡の山奥にスタジオを建てて、そこにこもって音楽を楽しんでいるっていうよりも自己を追求してると表現したくなる4人。アンテナに引っかかった方、あさって静岡のライブハウス草原で行われるライブでぜひ握手を交わしてきてください。会話よりもね。ブクル宣言、お相手は神谷幸恵でした。またスタジオライブ特集お送りしたいと思ってます。スタジオにギター持ってきてね、キーボード持ってきてね、ジャンベでもいいよん。またね。